危険球退場させられた只野に起きた日本シリーズの悲劇。2012年の巨人対日本ハムの頂上決戦は巨人に軍配が上がったが、第5戦で起きた疑惑の判定がシリーズの流れを変える出来事となった。4回に打席に入った巨人の加藤がバントの構えを見せると、先発した只野のボールは頭部めがけて一直線。それを受けた加藤は頭を抱えて倒れ込み、球場の雰囲気は騒然とする。とっさに柳田球審は危険球と判断し、栗山監督の抗議むなしく只野は退場となる。しかしリプレイ映像を見てみるとボールは当たっておらず、自分のバットが加藤の顔面に当たったように見えていた。騙したようなプレーに加藤にも審判にも非難が集まるが、これまで2度の頭部四球を食らったこともありパニック状態だったのかもしれない。星野鶴岡も当初ファールだったのが原監督の抗議で四球になったと証言しており、球審の早急な判断も問題となり後味の悪いシリーズとなった。引退後に当たっていなかったことを認めただのに謝罪した加藤、引退セレモニーにも花を贈り一緒に食事に行く約束を取り付けていた。